皆さんおはようございます。現在は姫路駅に来ております。語りは真鍋学山が行います。さて私は姫路駅、今回は全世界うまいもの巡りの旅その54ということでございまして、姫路駅の駅中の招きダイニングで招きの駅そばを食べてみたということでございます。招きの駅そばはですね、姫路駅の在来線の構内ホームでも食べられるんですが、これは立ち食いということなので、座って食べられるところはどことないもんかいなと思ったところ、駅中にですね、新幹線の乗り換えというところにですね、招きダイニング、こちらの方があるということで、それではこの招きダイニングを利用させていただきましょうということでやってまいりました。さあ今からですね、新幹線の乗り換え口の方に行ってみましょうか。さあ結構ね、姫路の改札口の方が広いホールになっております。さあそれではですね、エスカレーターを上りまして新幹線の乗り換え口こちらの方に行きたいと思います。どん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 とエスカレーターが上ってまいりますと、2階の方に行って行くことになります。さあそれではですね、2階の方新幹線乗り換え改札、こちらの方ですね、こちらの方の同じ階にですね、招きダイニング、こちらの方でエキソバいただきたいと思います。さあやってまいりました。真正面にございますのが招きのエキソバ、招きダイニングでございます。こちらは立ち食いではなく座って食べられる、そして、駅弁も売ってるということですね。招き食品はですね、自信を持ってお送りいたしますのがね、横浜の崎陽軒からね、許しを得た、シューマイ弁当、こちらの方もあるそうでございます。今回はそれは食べずに、次回のお楽しみということで、今回は駅そばいただきたいと思います。兵庫県のご旅行にはどうぞ皆さんご利用くださいますみたいな感じでね、駅そばやってるわけでございます。有名なんですよ。こちらはですね、和風だしの中に中華そばが入っておると、こういう風なものでございまして、ミスマッチなのが受けておると。さあそれではね、駅そばいただきましょう。420円、もうこれ一択でございます。皆さんね、これがスタンダードらしいのでね、私もそれに従って、駅そばいただきたいと思います。チケットを買いましてね、で好きなとこに座ると結構空いてます。どこなど好きなとこに座らせてもろてね、食べさせていただきたいと思います。さあやってまいりました、姫路名物招きの駅そば420円でございます。お値段ちょっと変わるんですよね。この天ぷらが乗ってるというのは味噌で、基本の天ぷらそばですね。いろんなもんがあるわけです。きつねとかね、お揚げのタイタンとか、そんなんではなく天ぷら一択なんです。でね、これの天ぷらもサクサク食べたいなんていうのではこれは無理だ。こうしっかりおつゆに浸しまして、でそのおつゆにこう油が漏れましての味が美味しい、こうコクが出まして美味しいということなんです。ですからね、この浸してなんぼの天ぷらだ、天ぷらを食べたい、これはおつゆのために天ぷらがあるんですね。基本も衣だけなんですよ。エビなんてあるのかないのか微妙っていう感じなんですけどね。でその天ぷらから炙れてた油がこのおつゆを美味しくする、コクを生まれさせるということでございます。でもうまさにね、昔ながらの中華そばの麺でございますね。こんな感じの中華そばの麺がね、美味しい。で和風なんですけど、普通のね、おうどんおそばのおつゆではなくて、これ別に取ってるらしいですね。お出
してね。で飲んでみます。ちょっとね、味が濃いめです。だからこのそばに合わせた味を心がけて作っておるということになるわけですね。ですからね、これうどんでしたらちょっと辛いという感じになるはずなんですよ。まあそれはもうそのそばに合わせたお味を作っておるということですね。で麺はもう乾水、ね、縮れ麺とかありません、ね、ストレート麺。ぐらいのこうストレート麺ですね。でね、やっぱりね、鶏ガラだしじゃなくて和風だしにね合うようにちゃんと作られてるんでね。ですからこう納得のお味でございます。で天ぷらはまあぐでんぐでんでございます。この見た通りでございますね。そのぐでんごね、ぐでんになった天ぷらがこの お味を引き立てる、おつゆを引き立てるわけですね。しっかりといただきまして、ね、どん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 食べ進んでおります。これしっかりと、ね、いただきまして、ね、まあ、しっかりとね朝ごはん全部食べたいというならはそのあれですよ、シューマイ弁当を取ってね、それで特別定食みたいなのを取って、そしたら姫路のおでんまで食べられたんです。まあ、姫路のおでんは次回のお楽しみということで、今回は駅そばのみいただくことにいたします。でやっぱりこれね、胡椒じゃなくてね、七味なんですよね。七味かけていただくと、あくまでも和風でございます。お水もいただきましてね。中頃まで食べ進んでおりますが、天ぷらが残っておる。くたくたの天ぷらいただきながらですね、おつゆも飲み干して、ああ美味しいなということでございます。いやー満足満足でございますね。しっかりおつゆまで飲み干させていただきまして、これで終了でございます。おごちそうさまでございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。